ヤスミナカドラはアルジェリア出身の作家。現在はフランス在住。ヤスミナカドラはペンネームであり、本名はムハマド・ムルセフール。作品は25カ国以上で出版されている。9歳から軍の両学校に入学し、軍務に就く。アルジェリア独立の記念式典で起きた爆弾テロの現場にいたこともあり、過激派に対する作戦行動を12回経験している。 後に軍を離れ、フランスへ移住。初期は、推理小説を書いていたが、やがてイスラーム世界の問題を題材とするようになる。小説、モリツリは、テロ事件での体験をもとにしているが、事件当時の記憶が1ヶ月近く欠落しており、どのように執筆したかを覚えていないという。また、カブールのツバメたち、テロル、レシレンでバグダットの3冊では、アフガニスタン、 パレスチナ、イラクを舞台に原理主義を重要なテーマとして描き、テロルはコンクール賞の最終候補作にもなった。カドラは自らの作品によって原理主義者やテロリストにも彼らなりの悲しみがあることが理解されるようになってきたと述べている。また、原理主義によって最もダメージを受けているのはムスリムであると考えている。2005年にフランス国籍を取得。 移住先のフランスを素晴らしい国だと評価する。一方、依然として移民への差別があると考えている。地元の TV 番組に出演する企画において、スタッフのサボタージュにより自らの姿が撮影されなかったという体験を持つ。政治的なテーマのみを書くつもりはなく、今後は愛をテーマにした作品を構想中。アラビア語ではなく、 フランス語で執筆する理由として以下のような点を挙げている。当初は本名で執筆をしていたが、軍の検閲に悩んでいた時、妻の提案によってペンネームを使うようになった。そのため、自伝的小説エル・エクリーボンで経歴が明かされるまでは多くの人々に女性作家だと思われていた。ミステリ小説以下の4冊は2008年には、 レッグアトゥアルゲリアンというタイトルで一冊にまとめられて、刊行されている。ありがとうございます。